サビ EHK。 はーい、タビーです。というわけで今回は旭川に来ております。今日はですね、旭川の旭山展望台、今まで行ったことなかったんで初めて行ってみたいと思います。そしてですね、本当はライブ配信でやりたかったんですが、電波が入らないところがあるようで、あと上の展望台もなんかエリア外だったような気がしたんで動画にしてみました。そろそろ曲がるところですかね。ここですね。ここをまず左に曲がっていくんですね。確か昔冬にトロコ内にスキーに滑りに行くときはここを確か曲がって行った記憶があります。おー、懐かしいというか、おー、これ右側川なのかな。向かい側に山が見えておりますが、この間におそらく川があると思います。右側バナナ館って書いてありますね。あ、下水処理センターがバナナ館っていうのをやってるみたいですよ。旭川下水処理センター、結構大きな建物ですよ。そして右カーブを曲がりまして、あ、正面に橋が見えてきましたね。これで川を渡って、あー、 JR の線路も見えてますね。あー、川がすごい、左右に水面が見えております。おー、ここから石狩の方へ川が流れていくんですね。あー、正面に高速道路の高架橋見えてきましたね。あ、ありましたね、看板。ここが嵐山展望台へ行く道路ですね。2キロって書いてありますね。こんなとこあったんですね。初めてなんで行ってみましょう。こっから結構上りになりますかね、展望台なんで。おお2キロ何分ぐらいかかるかなこれ。結構これ林の中進みますね。道は今舗装されていますが、砂利道になるのかな。そしてもうこれ対向車来たらすれ違うのが結構ギリギリな幅になりましたね。おー、こういう感じなんですね。冬期間通行止めって書いてありますね。あー、ここから砂利道。あー、やっぱりそうなんですね。砂利道をひた走っていかないといけないですね。おー、なんか秘境の温泉に行くみたいな道ですが、確か結構ね、道東とか山の中秘境にある無料の温泉とか行くときはこんな道ですよね。思い出しますね。でもこれまだまだ展望台までは先が長いのかな。わあ。それでは走っていきましょう。おお、だいぶ登ってきましたね。展望台はまだかな。ここは何でしょうか。おお、車来ましたね。ここはまだ、でもここからなんか下っていきますが大丈夫なんですかね。でもさっきのとこまだね、展望台って書いてなかったですもんね。
さっき展望台まで 520m の看板がありましたね。お、これは登ってったらもう着くのかな。そろそろ近いんでしょうか。さっき歩いてる方見ましたけどね。どうだ、まだだった、まだですね。あれそろそろ着くのかと思ったらまだでした。だんだんとでも開けて景色が見えるような、おお、こんな駐車場が、立派な駐車場があるんですね。トイレもありますね。へえ、それは知りませんでした。それでは歩いて展望台行ってみましょう。へえ、それでは歩いて展望台まで行ってみましょう。こういう歩道があるんですね。わあ、この木々の間気持ちいいですね、歩いていくの。おお、右側に展望台らしきのが見えてきましたね。あそこですね。おお、この階段登っていきましょう。おお、こんな展望台があるんですね。さっきは結構人いましたよ。わー、綺麗ですね。すごい、旭川の街並み一望。それではこの絶景からのノンアル行ってみましょう。いただきます。ちゃんちゃかんちゃん、旅旅旅チャンネル、いてくれてありがとう。じゃん。